仙台市がキッチンカーを利用した実証実験を行っています。コロナ禍に対応した新たな営業形態としての可能性を探ります。青葉区の江東台公園で行われているキッチンカーマルシェ実証実験は、新型コロナの影響で大きな打撃を受けている飲食事業者を支援しようと仙台市が企画したものです。今日はサンドイッチや唐揚げ、韓国料理など4台のキッチンカーが出店し、お昼時には店の前に長い列ができました。皆さん興味を持ってくれて、ちょっと声かけてくれるので、多くの人に知ってもキッチンカーの文化というか、そういうのもあるっていうことを知ってもらえるのがやっぱり嬉しいです。仙台市は将来的にはさまざまな場所でキッチンカーが営業できる仕組みの構築を目指しています。実証実験は来年1月までに合わせて8回行う予定で、出店者や利用客にアンケート調査をして、キッチンカー事業を継続していくための課題や消費者のニーズを探ります。どういう形であれば、その事業者さんにその出店してもらえるのか、どういう形であれば、継続できるのかというようなところをですね、ちょっと探っていきたいなというふうに考えています。またキッチンカーを持っていない飲食事業者にもトライアルで実証実験への参加を呼びかけて、業態転換の支援も進めることにしています。